さあこんにちは、さゆたかさん、はい、いよいよ今日中日のある注目選手、まあ、注目投手がベールを一軍で脱ぎますね。まあ、ここら辺界隈ね、はい、注目はねそうです。あと中日ファンの方もずっとこの松木平投手を一軍に上げてほしいというのをもうずっと言ってたんですよね。いや、まあね、まあ、いろんなところで記事になったりとかしてて、はい、まあ、生い立ちとかね、まあ、いろんな経緯があって、はい、まあ、プロ野球選手になるんだけど、はい、まあ、その思いがね、うん、まあ、彼にとってはすごくおばあちゃんに感謝してるというね。おばあちゃん、お姉ちゃん、そうですね、まあ、そうだね、うん、まあ、それがいよいよベールを脱ぐということなんだけども。そうなんです。まあ、二軍時代にもう本当に彼しかいないんかっていうぐらい、はい、もう本当に頑張って投げてて、うん、支配下を勝ち取り、ようやくですね、はい、まあ、キャンプでもちょっとうっすら覚えてるんだけど、ブルペンに入ってんのもね、うん、はい、だけどやっぱ注目じゃなかったからさ、こうそのままスルーっていうか、はい、まあ、にはなったけど、うん、まあ、投げてる姿はなんとなく覚えてるけどもね、はい、あの8日の日にようやく支配下登録されまして、大阪の清華高校から育成ドラフト3位で2021年に入団、はい、でこれ高橋宏斗投手と同級生と、はい、同期というふうになります。で、今シーズンここまで、ファームで14試合登板してリーグトップの9勝で防御率 1.84 ということで、もうファームでもうこの数字を守ってきたと。遅いぐらいだよね。そうなんです。だからなんでだ、みんなファンは言ってました。いや、ロドリゲスを育成から上げるんだったら、ま、松木平を上げてくれみたいな。そうなんです。ただあのね、板子さんもその生い立ちの話にも触れていましたけれども、はい、あの松木平選手、インドネシア人のお父様と日本人のお母様の間に生まれたんですけれども、2歳の時にご両親が離婚で、その後は大阪市内のお母様の実家でおじいさん、おじいちゃん、おばあちゃん、そしてお母さん、お姉ちゃんと暮らしていたんですけれども、すぐにお母様が他界、病気で他界されて、お姉さんとあと祖父母に育てられていたんですけれども、おじい様もまたその後亡くなってしまい、おばあ様、そしてお姉さん、そしてこの松木平選手3人で暮らしていたと。お姉ちゃんがアルバイトしながらお生計立ててくれたりとか、そんな中で野球を、プロ野球を目指して頑張っていたと。まあ、その野球を続けさせてね、うん、くれたことに関して彼は非常に感謝をしてて、はい、そうなんです。いや、生い立ちっていうのはみんな持ってんだよ、うん、いろんなものをね、うん、ね、で一見こうなんかこう、あ、すごい人生だなっていうふうに思われる方もいるかもわからないけど、うん、プロに入ったらもうそんなことは関係ないんだよね、やるかやられるか、 そうですね、それしかないし、うん、いや結果が出なかったらもう去っていくしかないし、はい、でも彼が持ってるこう気持ちがすごいんだよね。ハングリーさですよね。そうそう、だからそこにこう期待をしたいというかさ。そうですよね、うん、で大阪出身で、その清華高校の時に、あの履正社3年の夏かな、3年生の時に履正社高校と対戦して、あの好投を見せたと。そこで中日とオリックスの方からこう調査が入って、で中日に育成で入ることができたと。そうだね。はい、まあ、同期の、ね、高橋宏斗投手はまあ華々しくデビューして、はい、で自分は2軍で一生懸命こう汗水垂らしながら、うん、いつかこの1軍でのマウンドで投げることを夢見ながら必死に頑張ってきたっていう。いや、俺はそこではないと思う。うん、1軍のマウンドにやっとたどり着けたって、はい、これを夢見たって、うん、そこじゃないと思う。その先ですかね。俺は先だと思う、彼は、うんうん、だから、いやもう当然、ね、ここは通過点でしかないっていうぐらいのことで捉えてると思う、うん、いやもうここで満足してたら、もちろんそうです、彼の夢は叶わないから、うん、ただ今日の相手が東なんだよ。そうなんです。そうなんですよ。もう相手にとっては不足はないよ。もちろんそうですよ、ね、いや東投げ勝ったって言えば、うん、これはまた自信にもなるし、はい、それとまた DeNA 打線が絶好調と来てるんだよ今ね。まあ、結構いいんだよ。そうなんですよね。あ、いや、だからまあちょっと難しいとは思うけど、いや難しいっていうのは難しい試合にはなるとは思うけども、うん、彼の本当のその気持ちのこもった投球というか、はい、まあ、そういうものがどれだけ打ちにくく、うん、
どれだけ打てないものかっていうのも示してほしいな。そうですね、うん、やっぱりその聖華高校の時にやっぱり格上のその履正社高校にその、ね、強い相手を好投するっていうなんかそういうものも持ってるのかなと思うと今日の DeNA 戦相手はもうね最多勝去年取った東投手っていうところで何か見せてくれるんじゃないかなって思ってしまう。だからまあそれはもう本当にど真ん中行っても打たれないっていう気持ちのこもった、うん、やっぱ投球も見せてもらいたいし、はい、あとは昨日中日の攻撃って4併殺なんだよ。そうなんですよね。いやいやだから松木平をどのぐらいの力量と思って捉えてるのか、うん、まあ例えば勝つのには絶対東とはいえ4点いると思って戦うのか、はい、それとも2点でいいと思って戦うのか、うん、これによって作戦の立て方って大きく違うと思うんだよ、はい、いや小笠原がねあれだけのその防御率を誇りながら、はい、初回を打たしに行ってゲッツー、はい、2回も打ってゲッツーみたいなそうです、ね、いやこれじゃあさやっぱ先取点取ってあげたいよな。もう取ってあげたいです、うん、まあだからもう本当にあの1番の今日は誰が打つかわからないけど、まあ、福永が打つのかもわからないし、はい、誰が打つのかわからないけども、まあ、とにかく出たら送ろうよ。そうですね、着実ですよね。いやいやいや初回からでも、うん、で1点ずつ重ねていってあげてほしいよ、うんうん、点はあげてほしいよ。いや本当そうですよね、うん、だからやっぱ初戦で勝たしてやりたいし、はい、っていうのも DeNA ファンからしたら怒られるけどもかもしれない。そうですね。でもまあ東は裕福だから、うんもう去年去年ね、あの、うん、そうですね、身も心もそうですね、環境的にも、うん、まあだけど松木平っていうのはやっと上がってきてね、はい、いやここからもスタートだから、うん、まあいいスタートは切ってほしいという願いはあるよね。そうですよね。で、まあ、DeNA にとってみれば初物というふうになるわけで、はい、松木平投手はじゃあその DeNA 打線にどういうことを注意して投げていく行った方がいいですか。いやだからもうひるまないほどだよ、うん、彼の思いっていうのは指先から弾き出されてくると思う。ボールに伝わってくると思う。だからとにかくそれが少しでもひるむと捕まる、うん、可能性がある。だからもう本当にね自信を持って投げてほしいなと思う。でもう中日側はもう序盤からとにかく塁に出たら送るっていう、まあ、送れなくてもいいんだけど別に、うん、何か仕掛けてゲッツーは避ける。避けない。ゲッツーは避けたい。やっぱ点を上げたいよね。上げたいです、うん、じゃないと勝てないので、まあ、ゲッツー打つためにやってるわけじゃないしな、うんうん、ゲッツーを打つとも思ってないしさ、はい、頼むと思ってるんだろうけども、うん、まあやっぱこうある程度成功法で攻めた方がいいのかなっていう。そうですよね。あとはどうでしょう、ベンチサイドとしてはとにかくまず5回までっていう全力で行ってくれっていうところで、そこまで行ったらあと6回7回からはっていうことに入っていくんでしょうか。けれどいやいや彼の根性からしたら、うん、やっぱ7回だな。7回行けるだけの、やっぱファームでもね9勝してるわけでしょ。もう、はい、もうそうです、トップです。いやだからスタミナはあると思うんだよ、うん、で、まあ、勝ち運も多分あると思うし、でそうなってくると7回行って8回から松山、9回にマルティネス、はい、こういうことが一番いい。もっといいのは8回まで行ってマルティネス、もう直結ですよね。直結がいい。で9回完封はないな、うん、まあ、欲が今度出てくるから、はい、いやだからマルティネス直結で、それ一番いいですよね、そうです。まあでもワンチャンそれができないんだったら8回7回まで行って8回9回を任す、うん、まあ、この暑さだからな、なかなかな、うん、関東関東っていうのはこれから難しい時期になってくるし、そうですよね、うん、まあ、初登板相当力むと思うけども、まあ、うまく立ち上がってほしいな。そうですね、まあ、昨日は、5対6やっぱ接戦だったんですけれども、今日はどんな風な、まあ、松木平投手でどんなこの中日と DeNA 試合展開になっていきそうですかね。まあロースコアになるよね。ロースコアにならないと勝てないよ、うん、中日はそうですよね、うん、多分ね、うん、だからロースコアで、まあ、3対2とかぐらいかな、うん、なんかまた板山選手とか細川選手一発打ってほしいっていうのはありますけどね。いや、うん、俺はかけたいのはカリステだよ。だそうかそうか、カリステにも。そうカリステ満塁でゲッツ打っちゃいかんぞお前。そうあそこだよ、あそこは右方向でいいから勝ち越しとけよ。昨日のですよね。あそうですよね。カリステも使ってほしいのに、うん、なかなか使ってもらえなくて、うん、やっと使ってもらえるようになった、
松木平、うん、助けてやってよ。そうですね、もう全年、野手で後押しというかしてほしいですね。だでもね、勝負ごとに関しては背景は関係ない、うんね、俺らが喋ってるだけで、うんね、それは勝負は勝負だよ。そうですね、うん、だから俺は強く言いたいのは絶対負けんなと。もうそこですよね。あと一つ、今日お姉さんとおばあちゃんが観戦来るのかな。今まで松木平投手 その野球を一度もお姉ちゃんとおばあ様見たことがないということで、もしかしたら今日どこかでね、観戦来るのかな、お姉ちゃんでもとか ね、なんかその勇姿を、ね、初めてこう見せてほしいなって思いますよね。そうだな、まあ暑いから。そうですね、暑いから、そう、熱中症にも、ね、水分取ってな。そうそう、おばあちゃん特に。おばあちゃん特に。そうですよ ね、松木平投手ファンもそうですし、ご家族の、ね、皆さんもこの日を待っていたと思うので、もう一丸となって応援という形でいいピッチングを後押ししたいですね、ファンは。はい、はい、頑張ってください。頑張れ。